今日はみんなに招待状を作っていくところ、招待状を封筒に入れる作業をみんなに見守ってもらおうと思います。ここっしょ、もうここ以外考えられない、ここっしょ。終了しまった。こんにちは。結婚式の招待状が届いたので、一緒にみんなに見てもらいたいなと思って撮ります。私たちはここに載せますね、ハッピーリーフポンっていう、あの招待状を作ってくれる会社にお願いしました。式場で頼むよりも、まあ、100円ぐらいかな、まあ、大きくて300円ぐらい、安くて印字が無料で書いてくれるので、すごくいいなと思いました。ただ招待状をお願いしました。でそっから住所と名前を記入するのが、期日が短いからそこが不便だなって私はちょっと思った。で修正が1回までできるんだけど、その修正期間もめちゃくちゃ短い。次の修正からは追加料金がかかるから、まあなんかいろいろ手書きはしなくて絶対にこうやってもらいたいっていうんだったら、式場に頼んだり、もうちょっと違う場所もあるのかなとか思いましたね。でもまあそんな感じで、なんかそこだけかなって思います。こんな感じでハッピーリーフさん届きます。おー、めっちゃ大きい、重すぎ。ほんでじゃあ行きますよ。はい、はい、こう届きました。こうやって紐とかが入ってる。いくよ、3、2、これドクンドクンドクン。おー、すごい、こんな感じで届いてます。全部ビニールで包まれてる、すごっ。こんな感じの招待状、可愛くない？私たちの前撮りのウェディングフォト、こちらはミセルさんっていうところで撮ってもらったんだけど、めっちゃいいから、みんな前撮りを考えてたらミセルさんいいと思います。お気に入りの写真を入れました。来て、これ台紙とかが入ってて、これが封筒、これ返信はがき、全部ついてきて、カスタマイズで料理を、私たち和食と洋食を選べるようにしてるんだけど、こんな感じでアレルギー効くところと、あと和食洋食選べるところをカスタマイズで追加しました。このカスタマイズは1個3300円とかでつけられたかな、みたいな感じで、まあなんか招待状にお金をもうちょっとかけたいなって思ったんだけど、でもまあ招待状って自分たちがすごいさ力を入れても、まあ送ってきてもらった側ってさ、そのお金って多分取っといてもらえることって少ないから、まあ招待状はある程度の決まったお金の中でギリギリのラインでできたらいいなみたいな。このデザインは招待状1個240円とかでした。これ1つ240円で、そこにこれ全部ついてくるの、これ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 で、これのところに3300円プラス、なんかこういうなんか付箋が1枚150円とかだったかな、で付けられます。はい、で地図とかは私たちは全部式場にお願いしたので、式場の地図を入れて終わりみたいな感じで、今日は今9月の頭なんだけど、9月14日に配送をしなければいけないから、今日はみんなに招待状を作っていくところ、招待状を封筒に入れる作業をみんなに見守ってもらおうと思います。ということで皆様よろしくお願いします。じゃあ用意スタート。ちょっとこだわろうと思って、そういえばなんか買ったんだった、追加で。これをまず作る作業が必要ってことだね。これは封筒の中にこれを入れると綺麗になるから、これを追加で買いました。これは多分1枚いくらだったか忘れた。でこれがこんな感じでできるの、これが完成形。あ、そう、これを封筒の中に入れて、こんな感じでしょ。でこれがこういう感じで出て、こういう感じの写真になる。でこの台紙をこれ入れて、招待状完成みたいな感じなんだけど、え、まず何からやった方がいいんだろう。でもこれを一旦作んないことにはどうにもならないから、これをまず作っていこうかな。じゃあ
私のフォロワーさんライブやってる時に、私の友達がゆうたろうくんの友達でめちゃくちゃ一緒になんかサッカーやってたみたいな人がいて、その人が結婚式に呼ばれるって話をされて羨ましいって思いましたみたいなやつがメッセージで来てて、すごくないそれ？これ？そうです、すごくないそれ？知らない誰かは。それは知らないのよ、私も。知ってたら言うのよっていうのが言われて、あ、へえみたいな、そんなことあるんだみたいな感じで、羨ましいって思いましたみたいな話をなんか言われて、まあ、そんなことってあるんだと思って、意外と世間って狭いなって思ったっていう、こんな感じ。それで招待状が完成する。すごくない？これ友達が私たちの2日後に結婚式をするんですけど、この友達はの結婚式場の人たちは10月に招待状を出しましょうって言ってるらしくて、どう太郎くん、初見じゃない？初見、いいね、初見でしょこれ。初見どう？めちゃくちゃいい。招待状は私が全部選んで勝手に注文しました。太郎くんは全任せだもんね。それはもうゆいちゃんの式ですから。違いますから、2人の式ですから。あ、ゆいちゃんの式ですからって言うんですよ、ゆう太郎くんは。結婚式場決めるが輝く式。いや、結婚式場を決める時もゆいちゃんが一番やりたいところでやろうみたいな。で、だから私3つぐらいチェックして、ここに絶対に行きたいみたいなのを3つぐらい出してて、1軒目でゆう太郎くんがここっしょ、もうここ以外考えられない、ここっしょみたいな感じになって、ここが良くないってなったもん。でそれで結局ゆうたろうくんが決めるっていう、他を見に行きたくないみたいに言ったけど、いやゆいちゃんが行きたいならここっしょみたいな感じ、マジでここがいいみたいな感じになって、すごい気に入って決めたんだよね。でゆうたろうくんがここがいいみたいな感じになって、ゆうたろうくんが、それでじゃあ見積もり出してもらおうみたいになった時に、プランナーさんがじゃあ初期見積もり出してきますって言ってきていなくなったんだよね。でそれでその時にゆうたろうくんがなんか予算を決めようみたいな、ここまでっていうラインを決めたいって言われて、あ、確かにそうだね、じゃあそうしようって言って、サイトのゼクシーアプリからブライダルフェアの予約をして、でそこの平均金額が368円とかだったのね。368円、あ、違う違う、間違えた、368万円とか390万とかそれぐらいだったのね。でだからゆうたろうくんは多分それをイメージしてて、もうじゃあもう俺らも最大で400万までぐらいじゃないみたいな、300、400ぐらいみたいなことを言ってて、100人呼んで平均金額がその金額だったから、じゃあまあとりあえずその値段で行こうかみたいな感じで言ってて、でプランナーさん戻ってきました。で見積もり出されて、いくらだったっけ？650とかだっけ？もっとしたっけ？もうちょっと安かったね、500とかだったっけ。ゆうたろうくん300万までぐらいにしたいって言ったんだけど、最初じゃあ、そう、なんか全然相場が分かんなかったから、ゆうたろうくん見てなかったからね、何もどんぐらいの相場なのかって分かんないし、東京がね。それで見積もり見た瞬間、え、こんなすんの？息止まってたよね。ってやったもん、あれガチですかって。でもまあ普通に人数とかそこを考えたらまあ普通なんだけど、私たちまだ25、26になる年だから、2人にとってはね、びっくりした金額でしたっていうね。その後の打ち合わせも高いよね、ものが。草加がちょっと大きくするだけで何十万っていう単位で変わってくるから、みんながもし行くんだったら豆知識として、あの一番最初の見積もりはもう当てにならないから、最初の段階でプランナーさんにみんなが平均的に入れてるものを全部入れた見積もりを出してくださいっていうのが大事だと思う。なんか私たちが最初の段階で行った時に、一番最初の1店舗で行った時にこれぐらい安くしますみたいな、まあキャンペーンみたいなものがあるんだよね。だけどなんかそれって本当にもう初期段階の値段から安くなってるだけだから、すごい安くなったって感じるんだよね。マジの最低限の値段だと。そうだけど全部本当に最低限のところからいくらっていう引かれ方をしてるから、もうなんか当てにならないよね、そんなのも、うん、今なんて全然違う額だったもんね。だからなんかあの最初の段階でみんなが平均的につけてる料理、ドリンク、あとドレスで、多分見積もりから下がった方が気持ち的に嬉しいじゃん。最大を言ってしまったら多分もう振り幅広いから、本当に平均的なやつを全部つけてもらって、ベースの安いものじゃなくって、でそっから交渉して安くするのがいいのかなっていうふうに私は思った。交渉の仕方を間違えたなって思ったね。ラストスパートです。招待状
終了しました。できた。130枚。カン。次は詰める作業だけど、一旦もう結婚式できるでしょ、これで。できる、もうこれ結婚式です、みんな。うん。まだ早くね。近いって。皆様おはようございます。今日はお母さんとドレスの下見、結婚式が今年の12月にあるんですけど、ドレスの下見に行ってまいります。前回先月に1回見に行ってて、ドレス決まってたんだけど、新しいドレスが出てるよっていうのを聞きつけて見に行くことにしました。なのでお母さんと一緒に行ってこようと思います。はい、楽しみにしてきましたか。ゴージャス。すごい可愛い。